こんにちは、たかしです。本日は12月11日土曜日、週末ですので、来週13日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずはポンド指数の週足から見ておきましょう。現在はこの強い上昇の調整の下落と見ております。フィボナッチリトレースメントをこの安値からこの高値に当てているんですが、その 38.2%、 このオレンジのラインなんですが、その付近を目指して今下落してきていたと考えてました。ただ今週終わってみますと、ここちょっと到達せずに陽線で引けてるんですね。陽線と言いましても下髭の長い陽線となっておりますので、一旦この辺で、そろそろ下値をつけたのかなというふうにも感じられます。まだもう一段来週一旦下を試してからの上昇になるのか、それとも来週ここから上昇していくのかというところですが、この、下髭を見てますと一旦上昇しそうな雰囲気にはなってきましたね。インジケーターストキャスティクスは今安値圏、これ週明けもしかしたらゴールデンクロスしてくるかもしれませんが、ゴールデンクロスするならもしかしたらもう1週間来週もここを下げしぶる状態になれば、これがゴールデンクロスしてくると思いますので、そこからは一旦の上昇になるのかなと考えております。と考えますと、今この GMMA が下向いてきてますが、この辺付近 GMMA にぶつかるぐらいのところまでは徐々に徐々に上げていくという、そんなイメージです。でマクディはまだ弱いですので、ここから急激に上昇するというよりは、先ほど言いましたように徐々に上げていくというイメージでしょうか。では次は円指数の週足を見ておきましょう。こちらもこのラインですね、この赤いライン、これが 61.8% というラインなんですが、これは過去に何度も意識されているところなんですね。今そこでだいぶ揉み合っている感じです。で今週は下髭の長い陰線となっておりますが、その前この2週間ですね、3週間前から陽線をつけてきているんですね。でちょうど3週前は下髭が長い陽線となっておりますので、今上に上がりそうな雰囲気に見えてきましたね。でここ買い足では逆三尊を作りそうな雰囲気に見えておりますので、これが完成するとそこそこ上げてくる、この辺 GMMA とぶつかるところまでは上げてくるのかなというような印象です。今ここで一旦 GMMA とぶつかってますけれども、一旦ここまで、この2つの GMMA の乖離を解消しに動いていくんじゃないのかなというイメージです。ストキャスティクスはまだ高値圏まではもう少し上げ余地がありますので、もう少しやはり上げるんじゃないかと思いますので、そう考えますとしばらくは円高に向かうんじゃないのかなという感じですね。で先ほどのポンド指数も今からポンド高に向かうとなりますと、円高ポンド高というところでポンド円は動きにくくなるんじゃないのかなというような大まかな印象です。ではポンド円の週足を見ていきましょう。こちらもここの安値からこの高値にフィボナッチリトレースメントを当てておりまして、その 23.6% 付近で今揉み合ってますね。一旦のターゲットはここ 38.2% というところを目指してくるかもしれませんけれども、今はそこはどうなるのかなというところです。過去に何度もここサポートされているところで、今回もサポートされてます。で週足は結局陽線になっておりますので、これでこの下落が止まったのかというところですね。ここで止まってなければ一旦もう一度下げてくるとは思いますが、今はもしかしたらこの、ボックス、ここの点、この3点を結んだボックス、この黄色ですね、この中で動く可能性を次は考えていきたいなと考えてます。で今ストキャスティクスは安値圏にありますので、もう少し下げそうな雰囲気ですが、あと、1,2 週間すればこれもゴールデンクロスしてくるんじゃないかと考えてます。まあ、そのためにはここから一旦、下げ止まらないといけないので、この辺で揉み合いが続くと、おそらくストキャスティクスは今度安値圏からゴールデンクロスに変わってきますので、そうなると上昇に向かっていけるのかなという感じですね。と考えますと、先ほどのポンド指数、円指数、そしてこの週足を見てますと、もうしばらくここでの、下げしぶりという、ここでのレンジになるのかなという、そんな大まかなイメージですね。では日足です。先ほどのここ過去のサポートライン、この辺ですね、ここで何度も支えられている印象です。で今回もここ下値を固めているような感じにも見えますよね。ここ1週間っていうのは結局上げて、下げしぶったという印象です。でここ下髭をつけてますよね。そして最終的に金曜日は陽線で引けておりまして、まあ、大まかに言えばここでのレンジなんですよね。なんですが、どっちかというとここ下値を固めているこの下落に対して、下値を固めて一旦上昇するんじゃないかという足場作りをしているようにも見えます。ストキャスティクスは今弱いながらも上がってきてます。マックディはゴールデンクロスしそうになってきていますので、
で、ここから上げていきそうな雰囲気に見えますよね。で、上げるとするとこの辺ぐらいまで、一旦はこの GMM8 の乖離を解消に行くと考えますので、152円ぐらい、今この GMMA が152円ぐらいのところにありますので、その辺付近までの上昇を一旦の目処として考えています。ここっていうのは過去にもこういったレジスタンスになっているラインでもありますので、この辺ぐらいまで上昇したところでここからどうなるか。で、大きくはこの黄色のボックスをイメージしてるんですが、今は下落トレンド中ですので、一旦は、1、2、3。で、ここから反発して4。で、そこからの下落。で、大きくはダブルボトムをつけて上がっていくのか、それともここから下落トレンドがまだまだ継続して、この 38.2% というオレンジのラインを目指してくるのか、というところでしょうか。今は下値を固めているようにも見えますので、一旦は上向きの目線で見ていきたいなとは考えておりますが、大きくはここでのレンジになりますので、結構値幅がありますので、ここ149円ぐらいから今の価格までの大きなレンジで見ていくのがいいのかなと考えております。では4時間足です。4時間足はここにエリオット波動をイメージしておりました。ターゲットは149円付近もしくは 147.7 円付近だったんですが、昨日の上げを見てますと、このエリオット波動は一旦終了して、そこからの修正波に入っているのかなというふうにも感じます。ただそれはちょっとまだわからないんですが、もしかしたらここからもう一度下押しする可能性はありますが、先ほど冷やして言ってましたレンジがこの黄色の枠ですね、この辺での大きなレンジで動くのかと考えますと、まだここからもう一度5波が出てくる可能性はあるんですが、今週足が陽線ですし、ポンド指数を見てますと、ここから反発しそうな雰囲気にも見えますので、ここから下押しはするかもしれませんけれども、今ここを見てるとここから上げていくんじゃないのかなというようなイメージです。ただストキャスティックス今4時間足で高値圏にありますので、一旦の下落はするのかもしれないなという印象ですが、今 GMMA が少しずつ横向いてきているのが分かりますか。これ強い下落から少しずつ横向いてますので、この辺で、下げしぶるようですと GMMA が収束してきて、そこから上向きに変わってきます。ここからが上昇トレンドに入っていける時ですので、今はここでもう少し揉み合いを続けるんじゃないのかなという印象です。で、このセンターラインですね、この下降チャンネルのこの真ん中の点線ですけれども、今そこがずっと意識されてたんですね。この辺も反発してますし、ここも意識されてますよね。で、ここは一旦上抜けたんですが、次のローソク足で行ってこいで返されてるんで、ここは上髭になってるんですね。で、この辺もずっと意識されている、今そこを抜けてきてるんですよ。で、週明けね、月曜日大きな陰線でここズドンと下げてくればまた話は変わるんですが、今ここのセンターラインがずっと意識されてきたレジスタンスだったということなんですが、今ここを上抜けてますので、次はここがサポートに変わる可能性があります。で、週明けここで、下げしぶる、ここでサポートされるようですと、ここから一旦の上昇に向かうんじゃないかと考えております。ただ先ほどのポンド指数、円指数を考えてましても、今動きにくい状態にあるのかなと思いますので、もしかしたらここでのレンジという感じかなと。今この赤いボックスを描いてるんです。これ1時間足で描いていたボックスの色を変えたんですが、この幅ですよね。ここの過去のこの幅で今動いてるんですね。ここは下抜けしたんですが、結局は戻されてきてますので、今はこの幅のレンジの中でもうしばらく動く可能性、もしくはこの、この赤いレンジを抜ければ、今度は大きな黄色のレンジの中で動く可能性。まあ、どちらにしてもそれほど大きく動かないんじゃないのかなと思ってますので、この中でのトレードになるのかなと見ております。ですので、来週はレンジ上限でのショート、レンジ下限でのロングというところでやっていけるのがいいかなと思ってますが、今は大きくはこの平行チャンネル、この下降チャンネルですね、このセンターラインを上抜けしてきてますので、そのセンターライン付近でまた再び、買い支えされるようですと、一旦はこの下降チャンネルの上限を目指してくると考えております。今 GMMA がここですね、日足の GMMA がこの辺152円ぐらいのところに来てますので、この辺ぐらいまでは上げてくる可能性を考えております。そう考えるとチャンネル上限ぐらい、ここから週明け上げてくるんじゃないのかなという印象ですね。ただこの平行チャンネル、過去にもずっと意識されていますので、このチャンネル上限に来たところでは一度大きな下落になる可能性があります。ここから今エリオット波動のこれが大きな4波になって、ここからの5波というのも考えられますので、まだ油断はできないんですけれども、今は一旦この平行チャンネルを抜けてこられるかどうかっていうところですね。今この平行チャンネル上限まで
もし上げてきたとすると、この GMMA がおそらく収束して横向きになってくると思うんですね。で、今度下げてきたところで GMMA に支えられるような動きをすると、そこからのトレンド転換になっていくと考えられますので、来週もしここで動きが鈍るようでして、で、GMMA が収束してくるようですと、そこからは上昇を、狙って取っていきたいところですね。ただ現在はまだエリオット波動の5波がもう一度出る可能性がありますので、大きくはこの黄色のボックスの中と考えてまして、小さくはこの赤いボックスの中でのトレードかなと。で、その中で今センターラインを超えてきましたので、一旦は上向きに行くんじゃないかと、このチャンネル上限ぐらいまでは行くんじゃないのかなというところですね。ただ日足はここ下落トレンド中で、今ここから4波が出て、もう一段5波っていうのが出る可能性がありますので、チャンネル上限ぐらいまで来たところでは、そこからの日足単位の下落の5波が出る可能性がありますので、それは注意していきたいところですね。ではまとめますと、来週もやはり動きが少ない1週間になるのかなというような大まかなイメージです。ポンド指数、円指数を見てますと、どちらも強そうになりますので、またここでのレンジになるのかなと。で、今は一旦この赤い、ボックスの中でのトレード。今一旦ここのボックスに戻ってますので、ボックス上限でのショート、下限でのロングで、トレードしていくのがいいのかなと。そしてこのボックスを抜けてきた場合は、この大きな黄色のボックスが今度イメージされますので、その中での動きになるのかというところですね。そしてこの下降チャンネルっていうのは効いておりますので、この下降チャンネル上限では大きく下げる可能性がありますので、そこではショートで取っていきたいところですね。それでは本日はここまでです。今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。